どこがこう自分のターニンングポイントだったと思いますかそれはえっとデビュー前に大学の頃にロサンゼルスに渡米した時ですかねそれまではもう私は音楽家だみたいなはいそれもクラシックの作曲家になるしかないと作曲が得意だったのでクラシックの作曲家になろうと思ってやってたんですが。 うん、なんか成績が悪くて大学温暖に入ったのに成績が悪くてじゃあ入れなきゃいいじゃん私のことこの音楽大学、うん、って思ったんだけど <laughs> 入っちゃってからち,ちょっとあんまりなんか向いてないじゃないですかなんていう成績狙っちゃって,、うん、なんてどうしようと思ってで音楽でもいろんなジャンルがあるからちょっと世界の音楽に触れられるロサンゼルスにでもアメリカにでも。うんうん 行ってみようと思ってそれでロサンゼルスに行ったんですよねそこがそう大学一年生の時一、うん、年ではいそれがやっぱりターニングポイントですねロサンゼルス何があったんですかロサンゼルスに降り立った時に,私に一瞬で。一瞬で嘘あのポップコーンの匂いと空港のなんか醤油臭い匂いじゃなくてなんかこう醤油からバターに変わった感じスッとセールのこうこうスッあの映画館に入った時みたいな感じのねそう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 ふわっとあっ エンタメっていう世界観が、うん、あとはね空港がうるさかったの、うん、あ日本って割とおとなしいというか大きな声を出したらいけないって、うん、注意される、うん、だからあんまり道路で歌ったりできなかったの道路でよく歌ってて怒られちゃったりしてたので<え>だけど<え>空港で歌ってみたら全然誰も見向きもしないし OK、うん、グーグー君いいねみたいな感じだったんで空港に降り立った時にあ 私え若いからね。もこのままアメリカ人になろうって思ったのを覚えてる。ちょ,うん、ちょっと待って、えー、早すぎるテンポが。えちょっと待って、空港に着くでしょ。はい、着いた瞬間に空港で歌ってたんですか。そう,そう歌ったんですよ。うん、で、あのバターの匂いを感じて、そうそうもう歌い出しちゃったのね。うん、ららちょっと普通じゃないよね。<laughs> やったーって言って。歌ってグッジョブって言われて喜んでるの大学一年生のまだ十代ですよね。そう。 でもうそのままこのままアメリカに住むぞとそうであの日本のパスポート出して、うん、でバンって反抗してもらった時にね、うん、あよしアメリカ人になったって思って <laughs> なってんなそう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 、うん、なのにもうなるんだって思ったオッケーってアメリカが私を受け入れてくれたぐらいの感じでうん。 ももうもうと思って、うん、だから当面の間何か「何言ってんの?」ってずっと言われてたけど私はもうアメリカ人になるんだってずっと言ってたおかしい<ー>おかしいですけど<ー>それはそこに行って向こうでで学校に入ったんですか、えっと、音楽学校っていうか音楽の学校に入ったんだけれども、うん、先生から引き抜かれてでボイトレとか、うん、あとその個人,個人的に先生についてあっちではの大学は行ってないんですけどこっちで、うん 学学校大学行ってたからだからそっからの4年間はずっと行ったり来たり行ったり来たりしてた卒業してくれって親が言うもんで、まあ、日本の大学卒業だけはしたるって言ってその代わり <laughs> っ行ったり来たりさせろって言って <laughs> なるほどいいよって言ってくれたので行ったり来たりしてたので、まあ、あのアメリカでは大学には行かずへえ 音楽家としてやる内容も変わったんですか、はい、クラシックは向いてないとお墨付きを日本の大学でいただいたので,、うん、で向こうの,そのやっぱり先生たち音楽の先生たちが「うん、あ君はね楽しい音楽が向いてるからねマイケル・ジャクソンとかその頃ね、うん、マイケル・ジャクソンの,、ね M、あのミュージックビデオとか研究した方がいいよ」とか「うん、マドンナ」とかの音楽研究した方がいいよとかみんなアドバイスをくれるので。うんうん ドンナの音楽とかそういうビル,あのビルボードで流行ってる音楽をずっと真面目にこう楽曲が流れてくるのを全部カセットテープに取ってその頃だから、うん、それを全部もう一音見落とさずに五線紙に全部書いて、うんあ「ポップスってこんな譜面になってるんだ」って言って、うん、ずっと研究して向こうでだからマイケル・ジャクソンの作曲家曲を作ってねマイケル・ジャクソンに私の曲持っていこうっていう思いで。うん ずっと勉強ししてました目標そこだすごいそ<う>、はあ、で,でなんかデモ音源とか、うん、あの自分の楽曲作るでしょで1年ぐらいは作れなくてポップスの楽曲が、うん、なぜならずっと小さい時からクラシックの音楽ばっかり、うん、あの勉強してたしクラシックの作曲はできたんだけどポップスのつ作り方ってまたちょっと全然違うんですよ、うん、メゾットが。 なののでその基礎から勉強していてだから1年ぐらいは作れずにだから断片だけは浮かぶんだけどそれつなぎがわからないんでしょう、うん、ポップスっぽいつなぎ方っていうのがわからなくてそれ勉強して1年ぐらい経った時になんとなくできた楽曲を先生に、うん、あの持っていく時に「持っていきたいんですけど」って言ったら「持っていったの持っていったの」そしたら譜面で持っていったから「うん、譜面じゃ先生わかんないと、うん、これ。か、うん、なん」「音にしてこい」と言われて「うん、音ってどうするんだ?」 そう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 いうふにするって大変なことだしと思ってそれまでの音楽家の時はやってなかったクラシックでクラシックって譜面なんですよ全部クラシックの先生ってその譜面をずっと見て「ここがね」って鳴らしてくれ頭の中で鳴らんて「ちょっと不協和音だね」とかって言ってくるの先生「どこがですか?」みたいな感じで全然世界違うんですねそうなんですよ それでだから「あデモテープにするんだよ」っていうことが分かってで友達に「デモ音源っていうのを作りたいんだけど」って言ったら「作ってあげるよ」って言われたから「じゃあ私の曲作って」って言って作ってもらったんだけど「ボーカルどうすんの?」って言われて「うん、そうかと」と。まさかじゃあちょっと私歌えないけど歌ってみようかなって言って自分の音源自分の楽曲を自分で「ラララ」とか、うん、なんか適当な仮詞をつけて。 歌っっててで先生ののところに持ってたの、うん、そしたら先生が「君ね」と作曲もキラキラして楽しい曲を作るとは思うともっともっとたくさん書いていったらいい曲になっていくとは思うけどそれよりもねと「君歌った方がいいよ」って、えー、言われたの。びっくりしちゃった私デモ音源なんですけどって